バス勲章はイギリスの騎士団勲章の一つ。正式タイトルはザ・モーストアンラブル・ミリタリー・オーダー・オブ・ザ・バス。1725年に現在のような勲章となった。樹の色からレッド・リボンとも呼ばれている。ヨーロッパのオーダーは中世の騎士団に由来、あるいはその制度に習った英典制度であり、騎士団へ入団することが栄誉とされていた。 やがて騎士団の団員賞である勲章も意味するようになり、その授与が英典とみなされるようになった。このような勲章は他の種類の勲章を特別するために騎士団勲章とも表記される。オーダー・オブ・ザ・バスの場合は、休眠状態だった世俗騎士団の名称を受け継いだ勲章騎士団である。バス騎士団は1399年に行われた。 ヘンリー4世の戴冠式に際して創設された。名称はかつて騎士のジョニ任式に清めの入浴を行ったことに由来する。当時は、団員賞が制定されておらず、ナイトの称号のみが与えられる英典だった。ただし、チャールズ2世の戴冠式の際に75個の記章が作成されたとされている。この戴冠式の後、騎士団員への助任が行われなくなり、 実体のない騎士団となっていたが、1725年、ジョージ一世によってその名を冠した勲章が制定された。当初はナイト・コンパニオンの単一等級であった。受賞者は軍人が圧倒的に多かったが、1815年に3、等級とされるとともに、文民用と軍人用に分けられて、それらのデザインも異なるものとなった。 制度改正時にナイトコンパニオンであったものはナイトグランドクロスへ上された。これにより文館にも多少の除勲枠が確保された。このように軍人や高級官僚用の勲章であるため1971年まで女王以外の女性に授与されることはなかった。現在の階級は三等級となっており、一等は男性がナイトグランドクロスで女性はデイムグランドクロス。 二等は男性がナイトコマンダーで女性はデームコマンダー三等はコンパニオンである上位二等級の受賞者にはナイトの爵位が与えられナイトグランドクロス及びデームグランドクロスには GCB ナイトコマンダーは KCB デームコマンダーは DCB コンパニオンは CB のポストノミナルレターズの使用が許される騎士団の定員はナイトグランドクロス デームグランドクロスが120名、ナイトコマンダー、デームコマンダーは295名、コンパニオンは1455名と定められている。軍人用は高級商工、文民用は高級官僚が主な需要対象であり、重要な役職を務めた功績に対して与えられる。外国人に対しては、共和国の大統領等政府首脳級の政治家に、ナイトグランドクロスが贈られる。日本人では、 伊藤博文が最初に受賞し、その後は、野木稀介、桂太郎、竹下伊佐村が受賞している。小川 P147 毎日新聞社君塚 P253 君塚 P253A、王室公式サイト君塚 P253A、王室公式サイト、no. ザ、ナンバー16972、ザロンドンガゼット4ジャニュアリー1815、ピアニッシモ、 17182013年2月14日、閲覧。君塚 P253 から 258A、王室公式サイトが P92A、王室公式サイトが話題4章君塚 P255、君塚 P255。ありがとうございます。